どうもエルザです。それではあつ森やっていきたいと思います。そうですね、ちょ前回の続きなんですけど、素材がね圧倒的に鉱石が足りないので、ちょっと石探しに行こうかなと今回は。で、数が揃えば、そのままお客さんが来る前に家の方を整えたいなと。結構ね、石、鉄鉱石がね手に入りにくいんでね、ちょっと仕方ないなっていう感じなんだけど、こればっかしはというところだね。で、マイルの方が9000ぐらいやっと溜まったんで、ちょっとね、マイル旅行券で。本当はね、髪型とかも変えたいんだけど、まあちょっとね、鉄鉱石が安定しないんで、使い切れないねーって感じだね、他のにね。さあ、やめておこう。結構ね、あと 2,3 個ぐらい家具が揃えばもう全部一気に帰れるんで、できればもうまとめてね終わらせてしまおうと思うんで。いやー、やっぱね、ほんとね、面白いけどね、時間泥棒だよねまああとはね、どうしても明日にはできないとかいろいろあるんでね。さあ、マイル旅行券使う。はい、お願いします。今回のターゲットはこの週末です。大雨ですね。ドラック細かさいいな。道具が欲しい。道具変わったのかな。変わり映えなし。はい、おー、滝。雨か。僕の島はね、雨が全く降ったことがないんで、これ雨が降ってるのが新鮮で。結構新鮮ですね、雨が降ってると。さあ、今回の島は岩がないかな。まあ、ちょっと石を取りに来たんだけど。釣れそうなのは釣ろう。いや、意外に焼けるな。あ、全然反対向いてくる。くー持って遊ばれるな。ほい。鮭か。この間だと大体鮭なんだよね、海と川の間だとね。あ、これも鮭かな。はい、鮭ゲット。あ、ちょっと反対側に行きますか。一応ね、この辺りとかね、棒を手に入れてるんで。あと前回作れるようになったはしごも今回用意してます。はしごは PV でもあったやつだね。で、食べ物は食べてない状態で、ボルト
そう、4つはでかいね。意外とさ、この鉄鉱石が出ないこと多くてさ、大変なの。さあ、2箇所目、どうなるかな。2個目、3個目、4個目、おお、来たねー。これで9個、意外と今回は引きがいいねー。てか場所、なんかこのはしごとか高飛び棒のおかげで移動の無駄がなくなったのがでかいかなー。ちょっと待った、なんか2匹カタツムリは使われたことあるからいいんだけど、この色は多分コガネかな、オーセンチコガネか。カタツムリはまあ前にゲットしてるからね。多分雨の日の岩の上限定だよね。違うかもしれない。おお、連続でしないとこう途中で途切れるとダメなんだね。で、見せぎらか。ペテーンかわいいな。距離的に難しい。あ、いける。なるべくね、多く叩けるようにっていう感じだね。あ、これは6、7。なるべくこう近づいてするようにはしてるんだけどね。さあ、なし食べて余計な石は壊していきましょうかね。じゃあ一旦戻りましょう。ほら、早く出せ。はい、どうされましたか。帰りたい。やるじゃろっと帰るんですね。大丈夫の気忘れもないよう確認お済みですか。はい、じゃあ行きましょう。ラジオですよ、参りましょう。じゃあとりあえずもろもろ準備して道具作りとかしていきたいなと思います。さあ、ナチュラルガーデンテーブルできました。やっと最後の一つって感じだね。で、ね、アイテムを使っていきたいですね。で、せっかくなんで、いや、ちょっと安定化してみようかな。そういえば釣り竿もグレードアップしてみよう。スコップは持ってるね。まあまあまあ、こんな感じで相手持っていこうかな。で、多分ちょっと余計なものが多すぎる気がするんで、多分ね、持ちきれないのよね。ちょっと持てるだけ持ってみますか。そしたらまずちょっと薬は1個飲みたい。やられたんでね。これ
そう、全部揃ってるはずだしね。カメ、あーやっぱ持てなかったか。よし、そしたらちょっと化石を渡しに行ってこよう。どういうのがあるか見てみたい気もするしね。化石の鑑定はするけど、まだね、鑑定してくれるけど、そもそも預かってくれるのかという問題はあるが。はい、風太くん。あ、鑑定だけっぽいな。これ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 、はい、まとめて。そうそう、一つじゃないのよ。あ、そうだねそりゃそうだよね。そうだね、鑑定終了。いえ、間に合ってます。じゃあこれは収納して OK だね。メガロケ、ジュラマイア、三葉虫、ディプロドックスの首、トリケラトプス、プテラノ。あー、綺麗にバラバラ綺麗にバラバラ。あ、そうだ、ついでにお薬を。あ、綺麗、さっぱり。いやー、さっきね、歩いてたら多分レアの蝶が飛んでたか、飛んでたのはいいんだけど、まさかの虫網が壊れた後っていうね。あれはもったいないことしたなー。で、あ、それで、ちょっとね、アイテムをね、強化しておいたんだけど、虫網が意外と壊れるの早かったなー。さ、これと、これ。あ、あったあった。バラのリース。あとは、おお、すごい、こんな感じになってるんだ。これはこれで見応えあるね。てかすごいね。あ、まあいいやいいや。一応ね、君は持っていくか。よし、準備万端。スコップの釣り竿、問題なしだね。さあ、荷物を置きにレッツゴー。さあ、室内用の家具をチェック。チェス、これとこれとこれ。さあ、家具にテイストで、あとは屋外用。石物干しだね。石のスツールはで、そうだね、ちょっと木で見えないけど、石あ、そっちか。そしたら石のテーブルは、置けない。そしたら一旦ここに置けない。さらに置けないか。ちょっと畳んでね。思ったより大きかったね。
がに家の前は邪魔だろうから取ってこの辺りに、あ、違う、それじゃない、そうね、人が来てから分かるようにね、ちゃんと石で揃えておいて、で、防犯も兼ねて、この辺りに、まあ、星6と、あ、違う、この辺りかな。さすがにこうだね。よし。で、オッケー。じゃ次。さ、家具をチェック。さ、積み木シリーズね。いや、これもたったらたったで結構楽しみだな。ナチュラルナチュラルバードバス、ナチュナルね、この辺り一回、ナチュナルシェア、で、スクエバードバス、そうだね、ちょっと下がってもらって、こんなもんかな。で、これはこっち側だね。いいじゃん、木の近くに置いといてね。でもこういうの頑張って作ったけどさこれ僕のためじゃないんだよね、まあ、帰ってくるんだろうけど、 OK。 さあ、この物件は全部揃った。となるとさあ、この物件にその家具も全部揃った。こっちは、あ、木製で揃えてるんだよね。これこれ、いや、作ったものが全て吸い込まれていく。さあ、次は丸太丸太手押しポンプ、丸太いるから、こうだな。で、手押しポンプはどっち側にしようかな。物件が揃った。あれ？ということは、タタタタタン。お家と家具の準備全部終わってた。終わってたって。終わったじゃないんだね。言い回しが独特っちゃ独特やな。
ほら、たぬきち。やら終わったぞ。ちょっとね、この棒で叩きまんさんとね。はい、どうもどうも。おうちの家具の準備はそろそろ終わりが見えてきただろうか。むしろ全部終わったよ。そうなんだもん。それはお疲れ様でした。だなもん。それじゃあここから先は僕の仕事なんだもん。急ピッチでおうちの工事を進めてお客さんに移住の案内を始めるからね。よし、できるだけ早く新しい住民を迎えられるよう今日は僕も頑張る。だなもん。ちなみにお引越しの案内は島内放送でもするつもりだけど、入居者が決まった時には看板に入居者の情報を貼っていくから、興味があるなら看板をチェックしてみてね。さて、とにかく今回お願いしてたお仕事はこれで全部終わり。うん、やっと終わった。そうそう、あ、そうだね、俺ちょうだい。何？ん？柵を肩を作ったり。そうだね。50本。柵の DIY レシピ取り扱いを開始するだろう。はあ。ちょっと待った。それ結構。まあね、お世話になりました。お世話してあげました。え、ちょっと待って。ってことは、マイル、ペグトル、横板の柵。しかも、結構いい値段。1000円か。そうそう、これはこれで、ペグでしょ、これ。もう、キャンプ向けだよね。横板の柵。これもこれでいいな。まあ、ある口買おう。DIY レシピが発行完了。ペグド6。あ、まあ解放されるっちゃ解放されるけど、結局デザインはっていう感じで、しかも日に日に変わるって言われるとさ、これ買ったかどうかが分かりづらいところなんだよね。さあ、せっかくだし髪の毛買っちゃいますか。髪の毛ね。で、最後ちょっとこの辺りレシピ見たりとか髪型変えて、なるほど納得。さあ、ヘアカラー、姿見ドレスアウト。ヘアカラーか。50。柵を覚えた。レシピがね、かぶった時が怖いよね。今のところかぶりっていうのがどうなるか分かってないからさ。引き取る。しれっと素材はね。じゃあ、そうだね、一旦戻って髪型とか見て、それで今日はという感じにしよっかな。いや、さあ、じゃあ髪を見てみましょう。肌はこれだよね。で、髪が増えたんじゃなくて色が増えるのか。はあ。あ、この色いいな。あー、ピンク。なんか動物の森って感じがする。でもこの色だな。目。あ、ってことは、目の色が増えるとか、このあたりか、チーク。マイデザイン入るの。やべえな。やばいね。これは。あ、ってことは、目のあたりはできないんだね。はあ。それはちょっと残念だな。目のあたりとか、ちょっと。いじれると面白そうだったんだけどね。これとかね、あの、オクトっぽい感じがするからね。
さということで、まあ髪の色が増えたっていう感じでしたね。まあ、壁の色もちょっと変えたんでね。あとね、これ脱出がね、あの非常口あるんだけど、非常口がなんと高すぎて見ない。あの猫なのよね。かわいいよね。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ次回はまた新しく建物が建ったりとか、博物館がより見どころがあるんじゃないかと思います。このあたりのね、レアなものも置いていきたいんでね、あのそのあたりも次回じっくり見ていければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。まあ、ライブ配信もする予定があるので、まあ、オタク訪問的なものを考えてますので、そちらも楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。